本木亭は、東京都台東区上野にあった、高段専門の寄せ2011年9月24日閉場。1857年、原石亭の祖先の本牧屋千之助が、江戸上野広港時に、軍団石本木亭を開場したのが始まりである、を講演する寄せのこと。その名称は、千之助の野号本木屋にちなむ。 1876年に閉城し、代わりに、鈴本邸が同じ上野に作られた。その後、本目邸は1950年、鈴本演芸場の裏に、同演芸場三代目、石庭鈴木光一郎により、再建された。この時、鈴本演芸場が、落語や色物を演ずる席になっていたのに対し、当席は日本で、 唯一の講談専門の席とされた。また、この本目邸は、講談バスを走らせたり、講談若い人の会を開くなどして、多くの講談師や愛好家を育て、講談の普及発展に大いに貢献した。1959年には、講談特選会の開催により、第14回芸術奨励賞を受賞。昭和39年には、この寄せを舞台にした。 安藤鶴尾の小説、講談本目亭が、直木賞を受賞した。1972年には建物を改築し、講演を続けてきたが、1990年に、閉場した。この時の石帝は、石井英子。その後、1992年、近くの文京区湯島に小規模ながら再開され、2002年には、上野に移り、黒門町本目亭として、 月数回の公演を続けていた。なお、同席は、公団の公演をしていない時は、日本料理本目亭として営業していた。黒門町本目亭は2011年9月24日に、経営悪化を理由として閉場することが明らかとなった。なお、公団公演自体は、若手公団士を育てるために、別の場所を借りてでも続けたいとしていた。閉場後は、 近隣のお江戸上の広工事邸など、長谷商事が運営するホールなどに場所を移して、公団公演を行っている。2011年11月9日、東京地方裁判所より、破産手続き開始決定を受けた。これにより本目邸は、生産手続きに入ることとなったが、この問題はすでに解決している。本目堤の名称であるが、上野周辺の風景が、 横浜の本木付近に似ているので、本木亭となったという説があるが、石亭を務めた清水隆子によれば、誤りであるとのこと。この説は、長谷川真が何かに書いたため広まったものであるらしい。清水隆子は前室の鈴木光一郎の孫、石井英子の長女にあたる。六代目三遊亭炎章の、 江戸散歩によると、明治の初年と聞いておりますが、本木亭という名前をつけた。どういうわけでその名がついたんだろうと思っていたら、そばに金沢という、これは金沢単語と言いますが非常に有名な菓子屋があったんです。神奈川に金沢八景というところがありますね。で、それにちなんで、その金沢のそばだから本木という席を立ってたという、ありがとうございます。